恋人、古川琴音を見守る目黒蓮に反響、愛と優しさに溢れている、愛おしそう、月級ドラマ、海の始まり。目黒蓮さんの主演ドラマ、海の始まりの番組公式 X が更新され、目黒さんと古川琴音さんの撮影メイキング動画が話題となっています。すべての画像を見る。本作は、親子の愛をテーマに描く完全オリジナル作品。主人公、月岡夏、目黒、と、元恋人、南雲水希、古川琴音、が夏に知らせず産み育てていた子、海、泉谷聖奈、を中心とした登場人物たちの中にある、親と子、の間に生まれる感情がリアルに、丁寧に描かれます。ドラマの公式 X では、学生時代の夏と水希が一緒に海に来たシーンの撮影風景が紹介されています。海風が吹く青空の下、波打ち際に向かって楽しそうに走り出す水木を、夏がカメラに収めるこのシーン。ほのぼのとした二人に、SNS には、夏くんが愛おしそうに見て、水木が生き生き、キラキラしててとても印象的でした。このシーンみずみずしくて大好きです。夏くんがすごく優しい笑顔で水木を撮っていて、心があったかくなります。夏くんの瞳が愛と優しさに溢れていて、本当に好きだったんだろうなーって感じましたと、多くの感想が寄せられています。